バトルもますます激しさを増してまいりました。第4回戦です。まだまだ勝負の行方は見えません。ここでポケモンをチェンジです。ここで人手マンの登場だ。あーっと滅びの歌だ。これでどちらのポケモンも3ターン後には滅んでしまいます。さあ、このポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。ここで一発狙い的中。さあ、ここでおっと、攻撃が外れた。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで10万ボルトだ。よーし、ヒット。ここでダウンです。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでベルミルの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。ここで滅びのカウントが1になりました。白熱したバトルが続いております。ここでポケモンをチェンジだ。ポケモンが再びバトルに登場します。ポケモンの入れ替えによって滅びの歌の効果がなくなりました。ここで回避率はアップです。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで地震攻撃、これは効いている。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。勝利の雄たけびとなるか。第5回戦です。
姿勢に移って翼で打った。あーっと最初から重い一発。あーっと速い。いきなりダウン。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでマリルの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。戦う構えに入って、これで特殊攻撃に強くなりました。この攻撃、おっとよく耐えた。さあ熱戦が続いております。激闘が繰り広げられております。ここポケモンスタジアム。やったー、ナイス。あーここで、おっと打たれ強い。おっと持っていた道具で体力を回復です。白熱したバトルが続いております。ここでポケモンをチェンジです。ここでオタクの登場だ。おっとここは動けません。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。これだ、キムくんに当たった。一撃で崩れ落ちた。さあ一方的な試合が展開されております。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。強い攻撃、大きなダメージ。この場面で、おっとよく耐えた。ここで光の壁の効果が切れたようです。さあ熱戦が続いております。セミタック、よしヒット。これで勝者決定です。ここで試合終了。敗退し、残るはたったの8名です。両者向き合って、おっといきなりのポケモンチェンジです。ここでカラカラの登場だ。さあ手当たり攻撃を全く受け付けません。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで地震攻撃、これは有効だ。あっとあっけなく倒れてしまった。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。
ここでニョロモの登場だ。俺は先ほどのポケモンの屈辱を晴すような活躍を見せてくれるか。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さてここでポケモンをチェンジです。ボールが開いてポケモンが姿を現します。これはどうだ。あまり効き目がありません。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。ここで10万ボルトだ。効き目十分、一撃で崩れ落ちた。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでケイシーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。ここで一発、激しい攻撃、ヒット、いい感じです。おっと黄金の実で体力回復です。さあそろそろ勝負の決着がつこうかというところ。ここで波乗りだ。よし当たった。これで勝者決定です。ここで試合終了。